ル井上の365ノンスタイル井上365。さあ今回みんなで遊ぶゲームはこちら、ツッコミカルタです。こっちがトークテーマ、でこっちがツッコミ、裏だ裏っていうか。例えば分からんけど、じゃあ誕生日プレゼントでもらいたいもので、私が欲しいプレゼントは、例えばこう未来人かみたいな、なるほど。味方のボケを味方が突っ込んだら2ポイント、敵のボケを自分たちが突っ込んだら1ポイントだから、なるべくやっぱ味方のボケを突っ込んだ方がポイントが重なっていくと、で10ポイントたまったら終了。これ有利じゃん。確かに確かに。だけどツッコミ番長いるよ、日本一の。ただ一応我々ね、お笑いという職業をしてますので、例えば片岡が言わせたいツッコミがあって、それ通りにボケたのに違うツッコミが来る場合もあるわけ。お手つきとしてマイナス1ポイントにしよう。なるほど。それはもう正直に言わなきゃいけない。もちろん。いや、もし俺異性とか女性に生まれ変わったら何したいやろな。もし女性に生まれ変わったらやろ、やっぱり。でも女性に生まれ変わったら下手くそか。違います。とりあえず研いでいけや。違います。いや、急に落ち込むな。正解。どうしたどうした。落ち込んでた。バケモン先生、なんで急にトイレ行け。入れ替わったらやっぱそういうことかなと思って。そういうこと。入れ替わった。トイレ。違うの違うの。何が一番恥ずかしいって不正解が出るのが一番恥ずかしい。ちょっと俺相当厳しい顔で不正解って言ってました。で俺らマイナス1ポイント。くそー。で藤本たちが1ポイント、2ポイント。ゼロね。ミスが1回あったから。もういや、もうちょっと。はい、じゃあ大好きなキャラクター、じゃあ行こうか。僕ですか。大好きなキャラクター、やっぱり僕も子供の時からいろんな本当にキャラクター見てきたんですけど、全てのキャラクターが本当に制作人の方が頑張って。真面目か。正解です。イエス。ありがとう。お前は多分。うちは両平がボケるから。いきます。自分なりの暗記法。暗記法っつったら、僕大根、このね、ここの。めくる、このなんていうの、めくるやつ、下手くそか。あ、違います。よし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 。めくるやつ、金具のやつが気になる。いやでもこれがすごい多いな。正解。そうか。あ、そうか。でもお手つきやるから変わらず2ポイントのまま。2ポイントのまま。僕が全部先輩の尻拭いてます。全部。おい。恥ずかしい。じゃあ俺行く。お正月の過ごし方はやっぱし普段なかなかね休みとか取れないから海外に行ったりして。いいね。そういう時こそちょっとお世話になってる先輩とか後輩のみんなとインドネシアおかしいから。これはどう。これ誰。これやろ。これ兄さんですね。兄さんっぽい。これはちょっと1個待たれてからの次出すのすごい恥ずかしかった。いや、そうかなと思ったけど、海外の時点でそうかなと思った。最近言われて嬉しかったこと。最近言われて嬉しかったことなんやろうな。でもやっぱ面白いとか言われたら嬉しいよな。いや、多分幽霊だよ。正解。これはむずいな。なんか井上さん後ろチラチラ見てるなのが分かったんですよ。これは分かんないですね。最近好きなテレビ番組はなんだろうな、なんだと思う、これ何かな、何がいいかな、イチャついてるじゃんちょっとよっしゃー、相手に気づかれてどうすんだよ。ちょっとごめんなさい、どうしました？1個いいですか？相手に気づかれてどうすんだよっていうか、いや、俺が悪いのこれってどうするんですか相手に。いや、逆にその藤本側でやれば気づかなかったかもしれない。気づくやろ近い方行ったから今。最近の悩み、やっぱ僕芸人として東京出てきたのになかなかやっぱりうまいこともいかずに、でもまあこうやっていろんな先輩後輩に仕事とかをいただけるようになって、本当最近ありがたいんですけど、バイトせずに生活できるようになりたいかなと思ってます。聞いてください、僕の最近。聞いてください、僕の最近。これむずい。どれやろ。これジャンキーやな。最初はグー、ジャンキー。はい。シャー。シャー。いましたよ。シャーシャー。続いてこちら。はい。学生時代に頑張ったこと。これ僕勉強なんですけども、何時何分の分の部分が素数の時には数学やってるっていうふうに決めてて、でこれが偶数の時にはどっちのルールだな。正解だよ。よしよし。仲いい感じでハモられたよ。ハモってくださいよ。普段している健康にいいこと。僕の普段してる健康のいいことなんですけれども、いやなんと手がかった取ったりは。じゃあ朝や。よっしゃ。じゃあ。無事だ。ドゥクドゥクドゥン。一番住みたい場所。住みたい場所。いややっぱ一番住みたいって言ったらね、やっぱり港区なんてすごい憧れるよね。最終的にはちょっとなんていうの、その千代田区がやっぱさ、いいなんて言うの言うじゃない。いや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 、お前足踏むやん。正解。踏む。いやいやいや、足踏むなっていう。踏んでましたから。これでも見つけたら言えましたよね。言えましたよ。足踏むね。確かに。はい。では行け。入院したこと。はい。結構その入院した時って大変で。お母さんとかも来てくれるとか大変な時期がすごいあって、そういうのって皆さんもそんな感じのこと。あ、はじめまして。初対面かそうだよね、これ。急に急カーブ切ってきたな。なんかこれがチーム戦やろ。いやいや、よし、折り返し10ポイントやからな。ちょっとお手つきやめようだからな。そうですね。最近泣いたこと。最近泣いたのは映画見て泣いたんですけど、この年になるとすごい涙もろくなっちゃったんですよ。まあよく言うと思うんですけど。そんなことだとねえよ。正解。すげえ。絶対それやと思ったこいつ。うわすげえ。ちなみに何言おうとしちゃったんですか。でかい男にも涙っていう。そんなことわざねえよね。すごいっすね今の。しゃあ。テンション上げる方法。テンション上げる方法？テンション上げる方法。なんか言うんだよ。違います。いや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 。正解。そっちか。でもこうやって大事だよね。相手の日本を阻止したから。なるほどなるほど。さすがバケモン。いいよいいよ。攻撃を防いだっていう。はい。好きな映画。泣いたっていうのも恥ずかしいですけど、こんな感動的な映画あるんやなって思ったのが、クレヨンしんちゃん。小学生か。正解です。よし。最近のね。いや最近の日本政治、マジやばないですか。いやマジあんなやつガッツンいったってバチ。ヤンキーか。早い。すごい。さあ、フリーや。何でもやから。だからやっぱあれだよね。俺の友達のさ、留学生の友達もさ、おはようの言い方もわかんないみたいな感じあるもん。うん。それやっぱそのだよね。スイカとかの使い方もわかんない。日本に来たばっかりか。正解。一応なんかボケに対するツッコミやね。そんなうまくボケちゃったら気づかれちゃうみたいな、もう一個上行ったテクニックですから。決して僕がボケないわけでございません。実は感じているコンプレックスあるんですか？コンプレックスやろ。まあやらんかったらええっていうのはコンプレックスって苦手なことやったりするから。だから4人と知らんと思うねんけど、俺実はこれが上手。インド人だ。あくそ、インド人かで。おい、いいぞ。やったやったやった。消えろよ。ラップか仲悪すぎるだろ。ボケろよ。いや、やっぱ本物だよ、ツッコミが。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。